私が長野県伊那谷の大鹿村を初めて訪れたのは2011年でした。それはこの村の狩猟などなりわいの調査のためでした。当時は養蜂の調査は行っていませんでしたが、その後、総合地球環境学研究所のメンバーと伝統養蜂の調査を行うにあたり、再度大鹿村を訪れました。この地域を調査の対象に選んだのは、30年前に高校の生物の教諭をされていた岩崎康先生の専攻研究があったからです。伊那谷は長野県下のニホンミツバチの最大の飼育地帯です。その標高に応じて山地型、低地型養蜂、また巣箱の形態から3つのニホンミツバチ分化圏があるそうです。大鹿村は標高が高く、岩崎先生の分類によると、巣箱を横にしてミツバチを飼う山地型の横置き分化圏にあたります。2022年に岩崎先生に30年前の調査の状況を伺う機会を得ました。かつての養蜂は一体どのようなものだったのでしょうか。ここは大鹿村の釜沢という集落です。で、標高が1070メートルありまして、伊那谷で最も標高の高い飼育地です。あれ見てください、あそこに見えるのが南アルプスの主稜線です。すぐそこに、アルプスの峰々を望むこの地、さらに特徴的なのは谷の両側に、今紅葉の時期ですけど、色とりどりの色が見えますよね。これがまさに広葉樹で、ニホンミツバチの蜜源です。若干カラマスが、または杉が植林されていますが、大部分が自然林のまま残されている。このことがニホンミツバチの養蜂にとって最も重要なことです。あ、そこにね、栗の木があるでしょ。見えますかね、これ。これがね、栗の木なんです。栗も蜜源としては非常に重要で、特に梅雨時に蜜が出るので、花が咲くので、この厳しい時期をこれが支えています。しかし、一番の主要な蜜源はこれではなくて、土地の花であったり、秋の草花であったり、一年を通して多様な花が咲くので、この地域は非常に有望なというか、良質なというか、良好なミツバチの飼育地になりました。ちょうど30年前にお尋ねしました。ほらほら、あるでしょ、そこに。ね。横がこうですね。そうそう。これがね、新しくできたんだ。新しくできたので、その前にこの蔵の横にあった蜜桶、それからその木の蔵の倉庫の左右に置いてあったりしました。それが写真に残っています。そこにニホンミツバチの横型の巣箱がいっぱい並んでますね。他の巣箱そがう、これだけの多くの巣箱を使って、牛の周りに何箱も並べて当時は飼ってたんですね。で、これがミツバチの蜜桶の代わりに、作られたこの地域独特の横置き型の巣箱のみ残されていましたね。持ち主のお名前と、あと番号も振ってそうますそう、ね。屋号が書いてあって、で、番号が書いてあって、丁寧にきちんと管理されていた様子がわかるでしょ。ここ今38番まではありまはい、すので、はい、当時はたくさん飼って40もあるからね。40ありますはね。い、相当多くの巣箱を持って飼っていた様子が伝わってきますね。
この辺の山間部にいろんな巣箱を仕掛けていた、うん、仕掛けていたり自分の家の、まあ、あの家の周りでね飼っていた、うん、ちょっとそっちにね昔のあの飼っていた跡があるんで行きますか。あ、そうそう、ここにねほらずーっと置いてあったんでね、これで点々と何箱も並べてここで飼っていた様子がわかりますよね。特徴的なのはね、この下にあの板が引いてあるでしょ、はい、の下に引く板を置いて横置き型の巣箱を置いて三角の屋根をかけて上にトタン波板を入れて乗せて飼ってたって、ね、こんな丁寧な飼い方をしていましたね。下の板は、うん、その動くこともできる、そうそうそう、掃除しやすく、うんうん、そうなんですね。屋根付きでしたら夏は涼しくて、うん、冬は暖かくなる、うん、そうですね、あの屋根をつけて飼うのがこの地域の特徴的なね巣箱でしたよ。そうですか、はい、そこにあるでしょ、ね、巣箱ね、横箱、そうそうそう、そ置いてあるね、こあ、ここにもあるね、ここに残ってる。上には桶と巣箱が積んでる、ね、昔はね、この家の前へずっと何個もね横置き型の巣箱を置いて飼ってたんです。30年前のことでしたけどね。このうちの持ち主の養蜂さんは、うん、当時はどういうふうに蜂を飼っていましたでしょうか。あ、それはね、あの横引き型の巣箱を置いて全部飼ってました。私がお会いした時には全て木で作ったね横型の巣箱でした。ところが実はこのお宅には非常に素晴らしいものが残って、ちょっと見てみますかね。はい、どうなるんでしょうか、はい、これです。水桶ですね。そうなんです。ここにも横置き型の使っていた巣箱とともに一つだけね昔水桶を使っている名残が残っていましてね、やはりここも水桶があった。でそれがだんだんと横型の巣箱に変わっていった様子が見えますよね、はい、でここにあの置いてあるのがあの巣箱を置くため の、 この下に引く台です。その右側にあるのが三角でもそう屋根で三角に屋根をして、まあ、三角形の木があるでしょ、はい、それを置いてその上に屋根をかぶせてそしてこう作っておいたという、それがまさにこう分かるようなこの姿ですね。あの箱の中には昔のその、うん、その巣の跡も残されていますね、うん、あるでしょう、うん、ありますね、うん、巣板の跡が残ってますね。だからここにも確かに蜜桶があったいう何よりの証拠ですね。確実な証拠ですね。ね、うん、今度こちらのその相撲のところで東という漢字を書いて、うん、はいはい、その先ほどは西側で、はい、今度は東側で、はいはいはい、これはね東というのは屋号です。屋号です。で屋号を書いてで設置をしてっていうそういう夜勤をしたり、まあ、屋号を書いたり、まあ様々な方法でこれ私のものだということで。使用しましたね。山に仕掛けるときに自分の巣箱だよ、はい、と、うん、そうそうそう、それもありますね。で昔はね巣箱はどこに仕掛けてもまあいいというまああって、でそれぞれの方々が好きなところに巣箱も置けたの、そのためには矢を持ち主をはっきり書くために、まあ、こんなふうにしてね書いておいたと思いますね。分かりやすくするために、そう非常にあの手の込んだった丁寧な細工の巣箱ですね。重箱の一段みたいなのがこれもありますね。だから重箱型も作って、作り始めていたのかなっていうことも分かって、で三つ桶があって横置き型巣箱があって縦置き型の重箱型にだんだんと変わっていったっていうのも見て取れますかね。30年前に、写真を撮った場所があるのでちょっとこれから行きますか。ね、ここから30年前に写真を撮ったんです。
この蔵のところ。そうだ、その蔵のね、バックにしてこの、木のこの下のところに横置き型の箱が置いてあって、それを撮った写真がまたありますから、また見てください。でその梅の木の、ね、枝のところに分蜂した群れが止まるようにこう仕掛けがあって、そういう姿がね残ってますよ。ちょうどあの枝が、くぼんでるところで分蜂群が、そうそう、こういうね、こう曲がってるところに仕掛けられていました。よくわかりますね。30年前、横箱や専用の蜜桶を横置きにして日本蜜蜂を飼っていました。当時、採蜜は10月中旬頃、巣箱に幼虫がいなくなってから翌年春に分蜂する群、つまり巣別れする親巣をいくつか残して、あとは巣を丸ごと取り出すのが伝統だったそうです。岩崎先生の調査によると、何十年もかけて採蜜量の多い群を選んで飼いつなぐ養蜂名人さんが村にいたそうです。名人は毎年いつどこで何群が分蜂したかを記録に取り、非常に貴重な分蜂地図を残しておられます。日本ミツバチの分蜂群は金稜片という何の花に集まる性質があります。岩崎先生が1993年に金稜片を名人宅に持ち込み、その誘引効果を確かめました。それでは、今、大鹿村の養蜂はどのようなものなのでしょうか。2023年の春に、私はかつて岩崎先生が訪れた名人のお宅にお邪魔しました。そこには、名人の養蜂を受け継ぐ息子さんの姿がありました。名人は生涯、蜜桶を使い続けていたそうですが、2010年頃から赤人ダニという寄生ダニの被害を受けて、蜜蜂の数が減ってきました。そこで、名人の息子さんが蜜桶からダニ対策しやすい重箱式と呼ばれる巣箱に変えて飼育しています。この30年間、巣箱の形態だけでなく、巣箱の周辺環境も変わりました。熊などの獣害を防ぐため、息子さんは家の周辺に柵を設置しました。かつて、ミツバチを飼育していた柵の外の山側も、木の成長で光が入りづらくなり、蜂を飼育することができなくなりました。今回、私は幸運にもミツバチの分蜂に出会いました。標高は1000メートルを超えたこの集落では、30年前にはだいたい5月上旬が分蜂の季節でしたが、今は温暖化の影響で4月中旬ぐらいから始まるそうです。分蜂群は毎年庭の桑の木に泊まります。木が年々大きく高くなるため、今はこんな高い場所へ分蜂群を集合させるための泊まり板を取り付けるようになりました。名人の息子さんも情熱家です。この日は昼過ぎに庭に置かれている2つの巣箱からそれぞれ分蜂群が飛び出しました。1群は案の定桑の木に取り付けられた泊まり板に集まりました。もう1群は遠く離れた裏山まで飛んでいきました。どこ?とみんなが探しているところ、そこだ!と一番先に見つけたのは息子さんでした。そしてすぐに捕獲用の巣箱を担いで小走りに山を登り始めました。この1群は気性がとても荒く、捕獲する人を刺してきました。近くのお墓に眠っておられる名人に見守られる中、息子さんの大健闘で無事捕獲しました。
今回かつて狩猟の調査に協力してくれた久保田さんを11年ぶりに訪れました。久保田さんは少年時代からお父さんの養蜂を見て育ち、20歳に養蜂を始め、早くも70年が経ちました。近年、赤ニンダリの被害などで蜂が一定当たり前のようなものから尊い存在になったとおっしゃっています。今は猟友会のご友人森本さんと一緒に新しい飼育法を模索しています。天板の中央に通気口を開け、ダニ対策はしやすいよう横箱を改良したり、細密を9月の下旬に早め、叩き上げと呼ばれる方法で蜂を別の横箱に移して蜂を殺すことなく飼いつなぎます。昔の蜜桶、蜜柳は何の木でした？サワラ。でもサワラって決まってたな。サワラがどうして一番いいですか？サワラは軽いし、それから蜂はやっぱり匂いを嫌うもんで、この辺じゃネズミ刺しっていうのを着上がったもん。それが腐るもんで作ったけど、それは絶対入らん、逃げていっちゃう。なのでサワラとか杉とかいう材質は一番いいんじゃないかなと思うよ。この辺はサワラの木は どちらから入手できるんですか？サワラっていうのはやっぱり、まあその辺でもサワラあるんだけど、この木ですか？一番左のやつはサワラ、それから杉あって、向こうの大きいやつもサワラな、枝が違う。サワラの茶はこの辺でいっぱい育ててね。じゃ、その蜜柳を使っていた頃は何月頃に蜜を絞りました？9の13夜か、なんていうの、幼虫がまだ暖かいうちはいっぱい巣の中におるので、それが13夜頃になるともう成虫になって卵を産まようになるもんで、絞った時に幼虫を潰すと発酵しちゃうもんで、それでもでその蜜ばっかりだもんで、その時期が一番良かったんじゃないかな。昔は蜜を絞った後にその親蜂もどうしますか？親蜂は昔は炉端だもんで、焚き火で火を焚いて、この国の古いっていうの、古いって分かるかな、あって、それで焼くと羽が焼けちゃうんだ。そしてその、ま、親鉢を今度は、まあ、塩か醤油かで煮つけてそれを食べたんだ。蜜鉢を食べましたね。蜜鉢を食べました。食べたんだ。 それはその煙幕を入れた時にはいっぱい蜜を吸って死ぬ時に、よ死ぬっていうかね、よっぱよなんていうか失神しちゃうら、その時に腹いっぱいに蜜吸うもんで、それが甘いんだ、煮つけると。それでも美味しかったんだよ。それでも、ね、それ昔はその今みたいに甘いものなかったもんで、それをみんな食べたんだね。それが美味しかったんで、今はそういうことで、さっき言ったように移しちゃうもんで、親鉢を食べるってことはないけどね。叩き上げはかつてはこの地域では行われていなかった技術ですが、ミツバチを細密後も飼育し続けるために知人から情報を得て導入しました。ここか、詰まってるところは子供。こっちは見てないけど、うん、こっちは子供なの、うん、で子供は取らないといけない。こうしてください。いわゆる蜂の子ってやつですか？蜂の子、そうですね。ここ芋やるんだけどね、ここのとこ芋持ってってこれ、うん、これやったね。ここのあれな、こういう板、うん、やって。これであれの時は、この木も止まったんだよ、高いところ。こういうところ止まる、うん、そこの、こういうところにな、腕のこんなようなところ、それ止まったの。それも、
それがこうはしごかけたり忙しいんだよな。そこにあるやつもその台を作ったらあれもそこに置いてあったんだけどな。もし細密後や越冬中に軍が消滅した場合は、春に森本さんと軍法軍を譲り合うそうです。森本さんは細密時にミツバチを新しい箱に移さずに飼育できる重箱式や巣箱式の巣箱も試しています。重箱にしてみたの、自分なりな、素人細工で重箱にしてみたんだけど。重箱もご自分で作られた。そう、ちょっと厚めの板で、それの方がやっぱり保温力があったり、夏場の暑さに強いかなと、外気温の差がな、変化が少ないでと思って、ちょっと厚めのあれでやった。やっぱり持ち運びは重くて軽い方がいいんだけど。何年前からこの重箱を使い始めました？いや、去年やったの。割と最近ですね。うん、そう。重箱もいいって、人の話聞いて。さまざまな養蜂方法を行っておられる宮坂さんのお宅には、共同研究者の新海理香さんと一緒に訪れました。あ、ちょっといろんな種類の置いてらっしゃる。あ、すごい、巣開けっぱなしだ。うん。あ、ちょ、見せていただいていいですか？いいよ、いいよ、いいけど。あのね、開けっぱなしの巣、こういうの見たことなくて、そう、大鹿村に来ると時々あの夏場は前の板を開けっぱなしっていうの。夏はもう開けっぱなし。これやっぱりね、スズメバチがいないっていうのもあるんでしょうけど、この飼い方はすごく驚いて。たまには来とるね、あの、いわゆるあの黄色スズメバチ。黄色スズメバチです。ここなんか幅広いけどね。あれ外に出てきた。でもあれがあの白いでね、巣が。はいはい、綺麗ですね。でもね、あれいつ頃からいつ頃まで開けといて大丈夫？もう閉めようと思ったけど、はいはい、あの切ってみるっちゅうんだけど思ったら。ありがとうございます。ありがとうございます。このいつちゅうことはないんだもん。え、でも夏場になってからでしょ？もう閉めたっていいけど、別に閉めなくてもいいかなと。でもなんかね、巣板がすごい大きくなったから閉めにくいぐらい。元気、うん、もうこれはもうこれでもうあの潰しちゃうんで。あ、それはじゃあ何月頃に採蜜されるんですか？もうちょっと寒くなったら。もうちょっと寒くなったら。中にもう蜂の子がおらんようになってからね。はいはいはい。もうおらんと思うけど。あそこにあるのはここで入ったんだけど、それで次のやつまた持ってきてください。そんなに分かんだけどね。でもどうですか、こうやって横箱と重箱と両方あって。これ今年初めてだもんでね、作るには作って置いてあったんだけど、うん、はい、これあまりなんとなくこの方は慣れと思うんで、そればっか置いてあげて、うん、ね、やっぱり慣れておられて、うん、今年初めてあるところと、あの2個ぐらい置いたのかな、はい、でもやっぱりこれ夏場開けといた方がいいですか？暑いもんでね、なんかこれであの夏になるとここ東側だもんで、はい、西に当たるもんでね、はい、あの腰じゃないけど、ここに竹ができると竹をこうあのロープで引っ張って、そっち引っ張って、はい、日陰に、あーね、当たらんよね。この辺だとほっといたら巣落ちとかします？やっぱり夏場に巣が、ろうが溶けて巣落ちとかはします？うちはそういうことやったことない。そうですか。ない、うん、巣落ちしないって。ああいう予報だと、うん、まあ、せいぜいこんなもんだもんね、はいはい、いいんじゃないの。縦の場合はあの横に棒をね、はいはい、入れたら、あ、十文字にね、中に入れたりしますよね、うん、重箱の場合は、うん、だけどそうか、横箱で。ありがとうございます。隣の醤油の小瓶の中には何が入ってますか？どれ？隣の重箱の、仕掛けているその醤油の瓶の中に何が入ってますか？ああ、この間あれ、あの、なんだ、狼のおしっこ。それとどう聞くんですか？何に聞くんですか？いや、熊に聞く。熊よけ。あの、野獣が、はいはい、あの、
ここらでいうあのアナグマって言って、はいはいはい、あのアナグマじゃないマミって言うんだけど、アナグマって言うらしいけど、はい、それが来てねミツバチを食べる。はい、そうやってクマはもちろん来ればやられるけど、はい、まあここまではクマ来ないと思うけど、はい、このすぐ上は来てるし。オオカミのおしっこをまたかけるんですか、なんか。いや、あの瓶の中へ入れて、入れて、あ、角をちょっと切ってあるの。切ってあるんです。そこからこう、匂いが出るように、2つぐらい置いてあるけど。こうやって調査も終わりましたけど、私今回ね稲谷に来させていただいて、やっぱりすごく面白かったんですね。で、何が面白かったかっていうと、私はそのまあ和歌山とか南部のその熊野と呼ばれるような地域で伝統養蜂の調査をしていて、でここはその長野のこの稲谷っていう地域はやっぱりその地域の中でいろんな巣箱の形とか養蜂の仕方にこう違いがあるっていうのがね、ものすごく面白いところでした。そうですね、うん、同じ稲谷でもあの横の箱だとか縦の箱だとか、うん、あの三つ桶とかあと重箱だとか、また同じ横箱でもサイズがいろいろあって、うん、これ本当にバリエーションに富んでいて面白いなと思いますね。それでやっぱり今回すごく良かったのはその岩崎先生のお話を聞けたっていうことですよね。でも私たちどんなに今の研究者が頑張っても30年前には戻れないんだけれども、岩崎先生がその30年前にすごく詳しい調査をしていてくださったので、その様子も私たちがこう比較することができて、でね、私にとっては一番面白かったのはこう樽桶ですね。あの江戸時代の立志仙中譜とかいうね、そういうあの図譜で、あの日本ミツバチをこういう樽で飼っているっていう、それで上にこうあの屋根がつけているっていう図絵はあるんですけれども、ここでね、そのなんていうのかしら、実際その桶でミツバチの養蜂専用に桶を使っていたっていうのもね、すごくあの面白かったです。そうですね、あれは江戸時代のその挿絵で見たり、あの、まあ、時間はしなかったんですけれど、うん、このように岩崎先生の調査で当時の写真を見たり、また実際あの今その昔使っていたそのうちを訪ねたりして、本当にあの歴史のようなもの、あ、目の前にこんなに風に使われていたとよく分かりました。それでもうね、今はほらあの桶もこう横箱に変わっているんだけれども、でもほらあの以前使われていたね納屋とかを拝見すると、桶もあるし横箱もあるし、新しく作りかけたような重箱もあってね、もう本当に時間がこうキュッとタイムスリップしたような、パックされたような ね、その変化をね、はい、追うことができたので、そちらも興味深かったですね。でもやっぱりちょっとその、まあ、気になって寂しかったのはミツバチがちょっと減っているっていうお話ですよね。だからまあそれによってまあ養蜂される方はその採蜜の時期を変えたりとか、いろんな工夫をされてるんですけれども、やっぱりちょっとそれは私たちもなんでミツバチが減ってるのかっていうことで、まあ、考えなきゃいけないこともたくさんあるなっていう、それは私たちの宿題です。まあ、ただ使う道具は変えただけではなく、うん、それに巡ってその鉢に関するそういう思い出と考え方、うん、それも採蜜の方法の変化にも、うん、あの見えてくるんですけれども、うん、もう一度というのか、また蜂がその元気の姿で本当にもう一回見てみたいな、うん、このこれからの。そうですね。で、やっぱり今回ちょっとまあフィルムを撮ったんですけれども、であのその30年前のことも含めてね、ぜひ今養蜂をやってる人とかその地域の人にその昔と今とのその日本ミツバチの養蜂の様子っていうのを見てほしいなっていう思いがすごくあって、でそのやっぱりこう養蜂ってこうちゃんとこう見ないとわからないようなところもあって、でもやっぱりそれは地域の宝であったり文化であったりするので、やっぱりこれをぜひあの見てほしいなとか、続けていってほしいなっていう思いはあります。そうですね、普段は何気なく、ね、見られている風景ですけれども、うん、こうしてあの30年前と今またこれからどう変わるか、うん、それを考えながらとか見てとか、ね、うん、まあ、こういう暮らしですね、もう続けていきたいなと思います、うんうん、ぜひね見てもらいたいなと思います。そうですね。でもこうやって見るとほら山も紅葉のところとか植林のところとかすごくあって、この地域の歴史が分かりますよね。そうですね、昭和の戦後になって植林が盛んになったところとか、あとまあ天然林も残っていて、ミツバチの住める山もあって、
ね、今までそのミツバチのことを知らないとね、山って全部緑に見えるんだけど、うん、だんだんこうミツバチのことを知ってると、あの、ね、岩崎先生がおっしゃったけど、自然に対する目のこう解像度が上がるっていうのはね、本当にそうだなって思います。そうですね、うん、11年前に狩猟の調査で大鹿村を訪れた私は、村で巣箱を見かけ、写真にも収めていましたが、この地域の養蜂がこんなに奥深いとは分かっていませんでした。今、ミツバチに導かれたように、再び大鹿村に飛んできました。長く離れた故郷に帰ったような気がします。ミツバチは小さな虫ですが、山や里、そして人と人をつなぐ不思議な力を持つ生き物です。稲谷での養蜂調査の30年は、岩崎先生がこう振り返っています。あの、飼育者に会うのが楽しかった。でね、その山の中に行ってお尋ねして、蜜出しの桶を、また箱を探して、こんにちはっていくでしょ。よくしてくれてね、一生懸命話をしてくれて、だから一軒で2時間くらい聞いたからね。でそうしてその蜜蜂の飼うその山積みのおじいさんたちと交流をして、何回も通ったりしながら、山暮らしのね喜びやその素晴らしさを感じたりして、でそれを生徒にも伝えたくて、生徒と一緒に山歩きをしました。それがやはり一番の喜びだったですかね。岩崎先生のお話を聞き、また30年を経て、今回昔も今もミツバチと共に暮らしている皆さんの姿を見ることができ、ミツバチをめぐる環境や時代の変化も知ることができました。皆さんの自然や生き物に対する敬意、未知なることを知りたいと思う気持ちが、養蜂道具や技術の工夫にもつながっていくことを感慨深く思っています。私の研究は無知の知を自覚して、未知なるものに出会う旅でもあります。